毎日の暮らしの中で明るく安心してそして健やかに過ごしていけたら、心と体が共に健康であることは全ての県民の願いです。心に寄り添う医療を、質の高い精神科医療の提供と地域に開かれた病院を目指して、平成23年10月1日県立心の医療センター新病院が開院しました。開院に先立つ9月25日には多くのご来賓を迎えて新病院開院式が催されました。この新しい環境というものが少しでも患者さんの社会復帰にも役に立ってくれればありがたいと思っておるところでございます。患者様の治療、回復、社会復帰に取り組み、式典では職員代表による宣誓やテープカットが行われました。県立心の医療センターは県の精神医療の拠点病院としての大きな役割を担っています。精神医療の一層の充実や地域関係機関との連携を強化するなど、新たな取り組みを含めた精神医療の提供を目指します。新病院は患者の皆様に優しく明るい施設になっており、開放感のある食堂やリビング、交流を図るスペースなどを設けています。特に児童思春期外来では専用病棟と児童思春期デイケア棟を隣り合わせて配置するなど、診療機能と病棟の連携を図っています。また一般外来などは独立した配置がされ、患者の皆様やそのご家族のプライバシーにも配慮しています。病室も個室を中心として快適な生活ができるようになっています。新病院では最新の医療をスムーズに患者の皆様へ提供できる環境が整えられています。この病院は県立病院として、県の精神科救急あるいは児童思春期医療をはじめとした政策医療を担っていきますけれども、これからは職員一同ですね、一丸となって、県の中核病院としてですね、地域に開かれた中核病院、そして専門家を育てる専門病院、そして全国に発信する先進病院を目指していきたいと思います。